君は懺悔室というのを知ってるかい？これから紹介するエピソードは、この岸辺露伴が実際にこの耳で聞いた恐怖の出来事なのだ。私は深い罪を犯しました。おいおい、何小さい方一個だけ持ってるんだ。ちょっぴり性根を鍛え直してやるか。袋の下に誰か倒れているぞ。死んでいる。話はあの日の夕方から始まるんです。俺は戻ってくる。お前が幸せの絶頂の時、必ず。人は心の中にある秘密というものを何年も隠し続けることはできない。秘密が重大であるほど心は苦しみ、悲鳴を上げるものだ。約束通り戻ってきたぜ。おめえを迎えにな。このまま話を聞くのも悪くない。体験はリアリティを作品に生む。俺は今、暗い海よりも深い絶望の中にいる。運命に審判を下してもらうというわけだ。やるよ。受けるしかねえんだろ。この後、彼がどうなったかはこの岸辺露伴はまだ知らない。岸辺露伴は動かない。新作 OVA 懺悔室ザ・ラン、ブルーレイ&DVD 3月25日発売。